こんにちは、S&D です。今日はサーブレシーブでサーブの軌道を見極めるコツについて解説をしていきます。サーブレシーブは非常に難しいプレーですが、コツを意識しながらたくさん練習をすると上達するプレーなので、ぜひ参考にしてみてください。サーブレシーブの基礎などは再生リストのサーブレシーブからご覧ください。サーブの軌道を見極めるコツ、それは相手サーバーの打った瞬間からボールを見るということです。いやいや見てるよと、サーバーのところからボールを見てるよという人がたくさんいると思います。でも実は見れていない人が多いです。実際に私も練習回数が少ない時は目の使い方を忘れてしまって、ネットを越えたあたりぐらいからボールを見てしまいます。で、今日上がらないなと思いながらやって、あ、目の使い方が悪かったんだなと気づいて、サーバーの手からボールを見ようと意識をすると全く違う動きに変わるっていうのを何度も経験しています。よくありがちなのが、今も言ったようにネットを通過し始めてからボールを見始めるという人が多いです。スパイクレシーブなどでは相手のネット際からボールが来るので、自分の構えている位置からだいたい 5,6 メートルの距離でボールを見てると思うんですが、サーブレシーブに関しては相手コート分距離があるので約10メートル以上は遠くを見る必要があります。なぜ手元から見る方がいいかというと、ネット際からボールを見るより手元から自分のところに来るまで相手コート分時間がある、その方がボールの軌道が見えやすいからです。そこで一つ実験をしてみたいと思います。目をつぶった状態で構えてサーブを見るタイミングを変えてみます。どこで見れば動きやすかったのかという実験をしてみます。今のように相手サーバーが打った瞬間からボールを見ていると、右に行くのか左に行くのか前に行くのか後ろに行くのかという判断がつきやすかったです。なので相手の打つサーブのボールに目の焦点を合わせていきましょう。目を大きく見開くと少し視野が広くなってよりやりやすいと思います。今日のコツは、練習をする前やゲームの前などに常に頭に入れておくことで返球率がかなり変わるので、忘れずに意識をしていきましょう。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。